新世界七不思議とは世界中からの投票によって決められた現代版の世界の七不思議である。スイスに本拠を置く新世界七不思議財団の運営により2007年に選出された。また2011年には第2弾の新世界七不思議自然版の選出が2014年には第3弾の新世界七不思議都市版の選出が行われた。 なお、新、世界七不思議と翻訳されているが、英語のワンダーには、驚異的なものという意味もあり、また、元々の世界七不思議の言語のギリシャ語も、不思議という意味ではないため、ここでも、不思議な物件とは考えない方が良い。ノミネートされている物件は、歴史的にはほぼ解明されたものが多い。冒険家のベルナルド・ウェーバーによって提案され、フェデリコマヨール前、 ユネスコ事務局長を中心とした実行委員会が候補地を絞り込んだ。最終結果は2007年7月7日にポルトガルのリスボンで発表された。ユネスコ公認であるかのように誤解を招く表現を使用していたことに対する批判もあり、最終結果の発表に先立つ2007年6月20日、ユネスコは新世界7不思議が、 世界遺産やユネスコと何ら関係ないと声明を発表した。新世界の七不思議については幾度も支援依頼を受けたが協力しないと決められた。新世界7不思議財団は1億票以上がインターネットや電話を介して集められたと主張しているが特に重複投票を防止する措置が講じられていたわけでもなくもともと非科学的な投票だったと言われている。 投票は公式サイトでのオンライン投票は、電子メールアドレスを記入する必要があるため、メールアドレスごとに1回のみ可能であるが、SMS や電話での投票は、無制限に行うことが可能であった。新、世界7不思議の21の最終候補には、日本から唯一京都市にある清水寺が、掲載されたが、新、世界7不思議には選定されなかった。二千十一年には、新、 世界7不思議自然版が選出された。全世界で261カ所が立候補し、その中から候補地が2009年7月21日には28カ所に、8月25日には14カ所に絞り込まれた。そして2011年11月11日に投票が締め切られ、新世界7不思議自然版が公表された。この選定についても韓国では、 チェジュ島が選定されることを目指して、チェジュ道の職員が2億回を超えると推定される、組織的な投票を行っており、市民、社会団体から批判を受けた。チチェン・イッツァのピラミッド・コルコバードのキリスト・像バンリの長城・マチュピチュ、ペトラ・コロッセオ・タージ・マハルこの他に、世界の7不思議にも選出されたエジプトのギザの大ピラミッドが名誉称号を獲得している。カテゴリー 名数7カテゴリー、7不思議カテゴリー、世界の7不思議心、世界7不思議。ありがとうございます。